こんにちは、うなぎ屋です。いつもご視聴、コメントいただきありがとうございます。今回は2017年の棋王戦予選より藤井聡太当時四段対澤田慎吾六段のですね、対局についてご紹介していきます。この対局なんですけれども、当時デビューから19連勝中だった藤井四段が20連勝をかけて戦った対局なんですけれども、本当に藤井四段が珍しく絶対絶命のピンチに陥った対局なんですよね。ただそこからの差し回しが本当にすごくって、今でもね、当時私は棋譜中継で、将棋連盟のアプリで棋譜中継をね観戦していたんですけれども、この藤井四段の差し回しを見てね、鳥肌が立ったのをですね、今でも鮮明に覚えているんですよね。それぐらい印象的な対局だったので、ぜひね、この後初めての方もすでに対局内容を知っているよって方もいるかもしれないんですけれども、一緒にね楽しめればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速棋譜の方を並べていきましょうか。先手番が藤井聡太四段、後手番が澤田慎吾六段となります。序盤は角換わりにですね進行していくんですけれど、ちょっとこの辺りはね飛ばさせてもらいますね。メインは終盤戦になってくるので、まあよく見るですね形ですね。バランス重視で下段飛車に構えて、金をね、6二と4八に構えて、それぞれ相腰掛け銀の形にしていく、まあ今でもよく指されている形になります。でこの辺りからねちょっと手待ちが始まって、で、珍しくね藤井四段中飛車にね構えていったんですね。これで5五歩と突いて位を取っていくというような形になりました。で5六銀と出て位を安定させて、今度は飛車をね6筋に振っていったかと思えば、今度はね2筋に振り直すといった形で、この辺りは手待ちのね意味合いが強いのかなというふうに思います。でここで仕掛けていったんですね。先手番の藤井四段が、4筋からね攻めていきます。で対する、澤田六段も8筋からね、1本突き捨てを入れていきますと、ここを、難しいんですよね。同銀と取ると、まあ、1回歩と打っておいて、下がらせておいてから、6五歩っていうような手がですね考えられまして、取る手には角打ちがございまして、王手金取りがねかかってしまうんですよね。まあこういった同銀と取れば、この6筋が薄くなるっていったところをですねついて攻めてきますし、まあ、同歩と応じますとこの後出てくるんですけれど、8五歩というね継ぎ歩の手筋が飛んでくるんですよね。これで同歩と取らせていつでもね、8五桂と跳ねて、銀にね当てていこうっていったような狙いの手になっております。でこのタイミングで9五歩、同歩を入れてから7五歩と突いていったんですね。で同歩に6五歩、7六角打ちと、藤井四段もね、桂跳ねを阻止すべく、角を打っていきます。これ桂跳ねますと、まあそうですね、8六銀と上がっておいて、まあ次にこの桂取りをね、狙っていくような手があるのかなっていったような形ですかね。これでさすがに8四歩と打つのはね、飛車先があまりにも重すぎるので、助けるんだったら、まあこの辺に歩を打ってって形ですけれど、まあこれもね、なかなか難しい対局だったかなというふうに思います。なので、一旦澤田六段もここで金をね寄せていったんですね。で、この一手で、8六銀と上がって8五のね位を守りに行きますと。で6六歩と取り込んで7七桂4四歩と進んでいきます。5六銀3五歩同歩8五桂このタイミングで跳ねていったんですね。同桂3六歩と打ちまして、8五で稼いだ一歩を、今度はね3筋に使っていて桂馬を取り返そうといったような手ですね。で4五桂と跳ねて同歩に6四歩と打っていきます。でこの6四歩のね狙いは後でわかるんですけれども、この次に7二桂と打っていて、この桂歩をね払いつつ角銀両取りをね狙った桂馬となります。で6三歩成として同金と取らせて、ここでズバッと4三角成と切っていくんですね。同金に5二銀が狙いの一手で、この6三と、4三の金に対して両取りをかけていきますと。で7六角打ちと、で両方のね金をいっぺんに受ける手はありませんので、ここでね澤田六段も攻め合いに出ていきました。でここで強くね金と上がっていったんですね。攻め駒をまるで攻めるようなね手で積極的な受けなんですけれど、で8七歩と打っていって、同金に6七角とね重ねて澤田慎吾六段も打っていきました。これなかなかね
見えない手筋なんですけれども、角をね2枚重ねてしまうと利きがかぶってしまうっていうね面もあるので、ちょっとねもったいないって感じがするんですけれども、ここがね攻めをつなげる上で重要な一手になっておりました。同銀と取った手に対して一度8七金の方をですね先に取ってから6七歩成としていってと金をね残していきます。でこのと金をね狙って8九角と打っていくんですが、6六とと冷静に引いておいて4三銀成に攻めてきた手に対して、今度はね7六金から、徐々にね先手玉を追い詰めていきます。8八玉と下がる手に対して8六金と銀を拾って7九玉と早逃げをするんですけれども、これもね7七金と追いかけていきます。次にね後手から6八の地点に銀を打たれてしまいますと詰みになりますので、敵の打ちたいところに打てという格言通り6八歩と打っていきます。でこれに対しても、6七銀と打っていって同角同とと進んでいきます。でこの局面を見ていただいてですね、正直もうこれはね私も棋譜中継見ていたんですけれど、さすがに藤井四段逆転はないよねっていうふうに思っていたんですよね。と言いますのも、この時のね中継サイトのコメントを見るとね、まあこれで必死がかかっていると書かれているんですよね。必死ってことはもう受けがないので、もう先手はね詰ますしかないんですよ。だからもうこれ詰むか詰まないかの勝負になるんだなと。でパッと見ちょっとね先手からね後手玉を詰ますにはちょっと足りないかなっていう印象があったので、さすがにああここで藤井四段のね連勝記録も止まるのかとか思いながらね中継を見ておりました。ここから先がねまたすごい展開続いていくんですよね。3三のね銀を取って同玉と応じた手に3四銀と打っていきます。で4四玉と上がっていくんですけれども、2二角とね追いかけていくんですよね。でこの、角を合駒して受けに行きますが、3三銀ならずに対して5五玉と上がっていきます。で3二銀ならずで空き王手をねかけていくんですよね。で6四玉と下がっていきます。でここでね藤井四段の勝負手が炸裂するんですよね。一見ねもう詰みがないからどうしようもないのかなと思っていたんですけれども、ここで7六桂馬というね一手を放ちます。で実はこの局面ね正しく応じれば澤田六段が勝っておりました。その手がねどういう手なのかというと、7五玉と上がる手なんですよね。この手を指していれば澤田六段がね結論から言うと勝ちだったんですけれども、実戦はここで、7六金と取ったんですね。この王手を解除したんですよ。ただそれによってここの6七のねと金を払いまして、さっきまでかかっていたはずのね詰めろが見事解除されたんですよね。で正確に言うとこの辺りもね形勢的には五分なんですけれども、いやここからはねちょっともう流れがね藤井四段に移ってしまったんですよね。ちょっと先にね本譜の進行だけ進めていくんですけれども、ここで、4六角と打っていって5七銀打ちで5五桂と打っていきます。5六銀とがっちりと受けていって8五飛車と後手もね飛車を活用を目指していきます。でただこの瞬間4六銀と角を取る手がありまして、7八銀同玉6七桂成同銀8七飛車成7九玉、6七金と今度こそね後手が先手玉を必死にね追い込んでいくんですけれども、5五角成7五玉6五金打ち8五玉7七桂打ちで、これでいろいろ逃げ場所はあるんですけれども、どこにねちょっと逃げても、先手がね有利な局面になっております。本譜は7六玉と上がりました。で7五金とただ捨てをして同玉に6五馬が決めてですね、8四玉と下がる手に、このタイミングで8七馬とですね外して後手からのね詰めろを解除してしまいます。で6八銀打ちに、8九玉7七銀成8一飛車打ち8三桂8五歩7三玉7四歩と打たれた局面で投了となりました。この対局ね見ていただいた通り、本当にね藤井四段がもうこれ負けだろうなっていう局面からね見事生還を果たして、そこからのね逆転までのねプロセスっていうのが本当にね印象的な対局なんですよね。
で問題となりました、この121手目7六桂馬と打っていった局面なんですけれども、後にね澤田六段もこの局面7五玉と上がっていくのはね負けだと詰まされると思ったっていう風に語られているんですよね。この局面澤田六段すでにね持ち時間使い切っていて1分将棋に、突入していたんですよね。なのでちょっと正確な手が読めなかったっていうところなんですけども、時間があったらねちょっとこの局面たらればになってしまいますが、また結果が変わっていったのかなっていう風に思うんですよね。でここ7五玉っていう手が取りづらかった理由としていろいろ考えられるんですけれど、一つ理由として挙げられるのは7五玉と上がると先手からのね手段っていうのが非常に多いんですよね。例えばここで7七角成として、同とと取らせることで、またね手数を稼いでいくというようなね手も考えられるんですよね。ただ実際ここからね有効な手筋がなくて、先手逆転には至らないっていうところなんですけれど、他にもね8六銀と打っていく手だとか、これは同玉と取らせてから、同じくね7七角成として同と取らせるんですけれども、これでねより危険なね場所に呼び込むっていったような手ですね。他にも、7六桂打ちに対して、7五玉に6六銀っていう手もね、考えられて、これは同とと取らせて、同角成としていくんですけれども、同玉に6七銀やね、6七金と打っていくようなね、狙いを秘めた手になっております。いずれも正確にね、この後の展開を読んでいくと、後手がね、勝っているんですけれども、さすがにね、1分でこういった先手からのね、手段が多い局面を、さすがに澤田六段といえどもね、読み切ることは難しかったのかなと。一方で、こう、7六金とね、払ってしまえば、次の一手が、6七歩とと金を払う、先手の一手にね、限定されますので、後手の澤田六段としても、ちょっと心理的にもね、この、7五の歩は取りづらかった。先手の攻めをね、限定する意味でも、7六の桂馬を外すっていったようなね、手の方が自然だったっていう風なことはね、考えられるのかなっていう風に思いますね。ただそのね、実戦心理をうまくついた、藤井四段のね、この逆転術っていうのは本当に見事ですよね。で、ここからはですね、私のこの観戦していた当時のちょっと感想みたいな話になってくるんですけれども、この観戦していた当時、炎の7番勝負等も見ているので、まあ、ある意味藤井四段の強さって分かっていたつもりなんですけれども、いや、この対局を見てね、その認識をさらに上げていかなきゃいけないなっていう風に感じたんですよね。なんていうか、当時のこの対局を見るまでの認識としては、藤井四段って、まだ四段だけれども、すでにね、当時のトップ棋士、羽生さんや渡辺さんに並ぶような棋士なんだなっていう風な認識はしていたんですけれど、なんていうかこの棋譜を見ていて、久しぶりにね、こう棋譜だけで私は鳥肌が立ってしまったんですよね。めったにこう将棋観戦をしていて鳥肌が立つような経験って、それこそ羽生九段のね、羽生マジックなんかじゃないとなかなか経験してこなかったことなんですよ。ただこの藤井四段のね、棋譜を見て同じような感想を持ちまして、ちょっとね改めてこの藤井四段に対する認識は改めなきゃいけないんだなっていうふうなことをですね考えたんですよね。まあ、ただのトップ棋士じゃなくって、それこそ本当にね将棋界の歴史に名前を残すような、そういうね棋士になるような人物なんだなっていうことをですね、本局を見て感じたんですよね。あとよく覚えているのが、本当にこの時の将棋連盟アプリの棋譜中継がですね、繋がらなかったんですよ。まあ当時もね、注目を集めていたわけなので、20連勝がかかった対局っていったところもありますからね。かなり多くの将棋ファンの方々がねアクセスしていたんだと思うんですけれど、私もこの棋譜中継見ながらね、なかなかねアプリが更新されなくって、なんか何度も何度もねリロードを繰り返していた記憶がありますね。まあ、当時想定以上のねアクセスが集中していて、サーバーがねダウンしていたっていうのもね後々知ったんですけれども、それぐらいね本当に多くの注目を集めた対局だったんですよね。
当時ご覧になられていた方々もいらっしゃるかと思いますし、今回の動画で初めて知ったという方もねいらっしゃるかと思うんですけれども、ぜひね皆さんの感想などもですねコメント欄にてお聞かせいただければと思います。ということで今回はですね、2017年の棋王戦予選より、藤井聡太四段対澤田慎吾六段の対局内容について紹介してきました。今後も過去のね思い出の対局なんかっていうのは紹介していきますので、この動画が面白いと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。ではここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。